ペリレンは化学式 C20H12 で表される有機化合物で褐色の個体である。多官方鉱属炭化水素の一種で CAS 登録番号は198から55から0である。ペリレンの誘導体は発岩性があると考えられており、危険性の高い汚染物質である。紫外線を当てることにより傾向を発する。 ジクロロメタン中に溶解したペリレン溶液に長波紫外線を照射ジクロロメタン中に溶解したペリレン溶液に短波紫外線を照射ペリレンは2つのナフタレン環がそれぞれ1位と8位でつながれた構造を持つナフタレン環同士をつなぐ炭素炭素結合は共鳴構造の慎重にはほとんど寄与していないこれは ナフタ連間の方向属性を保ったままその結合が二重結合となるような共鳴限界式を描くことができないこと。また、X 線結晶構造解析の結果によると、その炭素炭素結合長が約1.50であり、平均的な炭結合の値に近いことから裏付けられる。電荷を帯びる形では描けるが、そのような場合、共鳴による安定化はほとんどない。ドナルドソン。 D.M. ロバートソン、J.M. ホワイト、J.G., ザ・クリスタルモレキュラー・ストラクチャー・オブ・ペラーリーン、プロク、R. ソック、ロンド、エーマス、サイズ、サイ、1953、220、311、321、最初の1ページベンゼンの場合1.40、ナフタレンの場合長い型で1.42である、ブタジエンの単結語は1.48である。ありがとうございます。